めっちゃ白飛ぶやん。どうしたんやろうか。いや黒い服を着てきたサイカが悪いんだけどさ黒い服を着てきた自分のせい。あ、膝効果。ブルーのズボン、ちょっとこれちょこんとしとこ、手置いとこ、ここになんか願ってる人みたいこうやってたらさなんか何願ってんのみたいな人になっちゃうんだけど。あ、クッションちょっと持ってくる。まあ言うて今日はちょっとね長く配信ができないので短いんですけど、よいしょ、はい、やってきました、白飛び防止クッション。あっ、ちょ、ユキじゃん、すげえ。最近じゃない、昨日からあったかい毛布を出したはいいものの、布団と部屋の寒暖差がひどくて、起きれない事態が発生してて困ります、超困ります、起きれません。さやかは寒いのが本当にダメなので冬はあのオンタイマー入りタイマーをして朝起きるのが結構冬の日課なんですけど、なんか気持ち的にまだ暖房はつけたくないみたいなそう、何のこだわりみたいな感じないけど、まだ暖房はまだ暖房はつけたくないみたいなのがあって、したら結構寒いんですよ。そう、布団の中は暖かいんだけど、布団から一歩出るともう超寒い超寒い。何が起こるかっていうと起きれないっていうねことになってしまうんですよ。もう困っちゃう、もう困っちゃう。なんかただでさ朝起きるのが苦手なのに、冬になるともっとダメになるんですよ本当に。よくない。よくないよくない。マジで朝寒いよね。だってさ、それが結構なんか二度寝するタイプなんだけど、今日も8時に1回目が覚めて、あ、寒いなと思って寝て、まだ9時に目が覚めたんだけど、まだ寒いんだけどって言って寝てそう結構繰り返しちゃうタイプだから、なんかねダメなんだよね。そう、寒いの、どうしてどうして、秋はどこ行ったの。もう冬じゃんね。どうする、冬になってさ、もっと寒くなったらさ、やかもう、とうとう冬眠するよ。いい、それでもいいならいいんだけどとうとう冬眠しちゃうんだけど。痛い、手首が。困りますね、ちょっと、前髪も伸びてきました。悲しい。悲しい竹ねえ、お腹すいたお腹すいたピエン。なんかさ、冬は好きじゃないんで冬は寒いから好きじゃないんで来てほしくないです。
そう。今何時？ちょん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 ちょ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 。お昼ご飯は何かな？あくびが出ちゃう。あくびが出ちゃう。眠たい。あ、お腹鳴った。お腹鳴った。お腹すいた。お腹すいちゃった。皆さんは昼ご飯何を食べる予定ですか？何を食べますか？さすがに食べましたはいないし、まだ10時だもん。まだまだ朝ごはん。まだ朝ごはん。何を食べる予定？こんな早くから決めないかな。普通ってどうなんだろう。昨日からさっき二人の調子がおかしいんですよね。そば食べたいけどトッピング悩んでる。あー、てかね、そばはね何もつけない主義なんで、トッピングに悩んでください。食べない人多いね。あー、そういうことか。朝食べたのか。スパゲッティ、あ、めっちゃいいじゃん。美味しそう。美味しそう。焼きそば、あ、いいね。焼きそば食べたくなってきちゃった。だからさ、単純だからさ、何食べたって聞くとさ、その料理食べなくなっちゃうの。朝ごはん食べてません、まだ。今さっき起きたんで、顔見てわかると思うけど寝起きです。だけど時間なくて、そう、時間なくてさ、9時ぐらいに起きようと思ったらさ、10時に起きちゃってさ、もう寒くて起きれなくて、そう、10時に起きちゃってさ、ちょっと時間ないんですよ。余裕なくて今。わ、筑前に美味しいやつ、美味しいやつ。ドリアン、ドリアンって美味しくなっちゃうね。美味しい、ごめん、美味しかったらごめん。ドリアン食べとってないから、なんかちょっとなんかこう甘ねえイメージないんだけど。朝マック食べた。わ、いいね。さ、朝マック食べたことないんだよね。朝マック食べたことないんだよね。なんかマフィンのやつでしょ、朝マックって。あ、でも一回あるかも。パンケーキ食べたことあるかも。なんか昔、今あるのか知らないんだけど、なんか四角い、あれ朝なのかな、なんかパンケーキ2個ベンベンって乗ってるやつ。プチパンケーキじゃなくて、でかいパンケーキが四角い箱にダンダンって入ってるやつをなんか食べたことある気がする。今あるのか知らないけど、なんかいとこと一緒におばあちゃん家帰るときに車で、そう、いとこんちの車で、あのマックのドライブスルーによって、朝パラから朝マック食べたことある気がする。あとハッシュドポテト食べたことある気がする。何食べようかな。お昼食べる時間もないんで、ちょっとね急がなきゃいけないんだけど、まず家に何があるのか分かんない。分かんないから何とも言えないんだけど、マフィンのバーガーは食べたことないな。バーガー、バーガーって朝マック250円で食べれるからお得。あ、そうなの。安くない？安くない？ハッシュドポテトね、たまに食べたくなる。わかる？さやかさ、一時期ファミマのハッシュドポテトが大好きで、めっちゃ食べてた。めっちゃ食べてた。めちゃめちゃ食べてた。そう、ファミマのハッシュドポテト、もう好きすぎて超食べてた。懐かしいな。
やば、めっちゃお腹、ただでさえさ、お腹空いてんのにさ、こう食べ物の話なんかしちゃうとさ、もう、腹ペコよね。どうする？どうする？いつもハッシュドポテト食べるかファミチキ食べるか肉まん食べるかで迷ってた迷ってた。いいよね。美味しい。なんか寒い日にさ、外、寒い外で食べるあったかい肉まんってさ、めっちゃめちゃ美味しいんだよねめっちゃめちゃ美味しい。さやかは肉まん派です。まあ、ピザまんも好きなんだけど肉まんかな。うん、いいよね。あとさやか昔、最近食べてないけど焼き鳥の鶏皮がめっちゃ好きで超食べてた。鶏皮今でも好きなんだけど、今あんまり込みに行かないっていうのもあって食べてないんだけど、食べないんだけど、そうめっちゃ好き鶏皮大好き。あうちゃん、あった美味しいよね。いや、お腹空いてきちゃったよ。食べ物の話するからやば。あて、ちょっと充電器がさ、気になるんだけど、ちょ寒い。まだ寒いもん。だって今起きてきてさ、結構時間経ったんだけどさ、まだ寒い。困りますね。皆さん今日は何をするんですか。日曜日ですけど、あくび出ちゃう。部屋の模様がいいじゃん。野球見てくる。おー、ちょっと追いつかん家でのんびりフットサル。おー、すごい。フットサルいいね。AKB の在庫、あ、そうなんだ、いいね。皆さんいいと思います聞くだけっていうね。そう、聞くだけ。あ、痛い、髪の毛引っ張っちゃった、痛い。聞くだけっていう、特になんか何もないんですけど、聞くだけ楽しんでください。あうちょ、良い日曜日をお過ごしください良い日曜日を。あ、出ましたそう、これを待っていた。さやかは、あ、今日で190日目か。イエーイ。あいて。じゃあお腹空いたので男女を読みますあと10日で200日。もう10月の間に行くじゃん。10月28。あ、ラジオの日じゃん。ラジオの日の朝に坂が忘れてなければ、234忘れてなければ、ここ大事忘れてなければねえ。ちょっと世話しないですね、200日は世話しない。壇上読みます。13位ぶち3930さん、12位バブバブさん、11位ザルゴトさん、
10位かずっちさん、9位サンタさん、8位りなちゃん、7位やしたんさん、6位りょうさん、5位うなんさん、4位くろちゃん、3位かんとさん、2位ザキザキザッキーさん、そして1位、さよならを語る詩人になりたくてさん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございました。ではさやか今からご飯を食べて準備したいと思います。ご飯を食べて、お腹空いたんでご飯を食べたいと思います。それでは良い日曜日をお過ごしください皆様。バイバーイ。間違えた、配信切れなかった。バイバーイ。